様ら。ウンベール、随分機嫌が悪そうだね。ジーゼック初等連士、何のご用で。聞いたぞ、課外事業中に資料地で貴族に無礼を働いたそうだな。無礼はお互い様ですが、というかなぜジーゼック初等連士がそのことを気になさるのですか。その貴族はライオス殿や私の家が親しくしていただいている方なのだ。なるほど、そうでしたか。貴様らのせいで我々が咎められるようなことになれば。ウンベール、その辺にしておけ。ライオス殿、以前も言っただろう、こやつらは禁令持ちの貴族とそのものから教育を受けている平民だ。こやつらに節度や礼節を求めるだけ無駄なのだ。そうでしたな。キリト初等連士。何ですか、アンティノス初等連士。見事な剣技を披露したそうだな。いつか私も手合わせしていただきたいものだ。ああ。それでは失礼するとしよう。行くぞ、ウンベール。相変わらず横柄な二人だな。ソルティリーナ先輩にまであんな風に直接失礼なことを言うなんて。リーナ先輩、先にユージオと二人で寮に戻っててくれませんか。キリトはどうするのだ。少し寄っていく場所があるので。そうか、わかった。それじゃあキリト、先に戻っているよ。うん、また後でな。ライオスのあの態度気になるな。とはいえあいつらのことを深く考えるのも腹立たしいし、とりあえずゼフィリアの様子を見てさっさと寮に戻ろう。アンティノス初等連士、ジーゼック初等連士、どうしてここに。おやおや、ちょうどよかったキリト連士。先ほどはウンベールが強い態度で当たって悪かったな。聞くに、立ち合いで使ったのは曲芸じみた剣術だそうだな。そんな卑怯な技を使ったと知り、つい苛立ってしまったのだ。あんたら褒めているのか、それとも喧嘩を売ってるのか。とんでもない。上級貴族は決して平民に何かを売ったりしないのだよ。施すことはあってもな。貴殿の曲芸、いや健闘をたたえてこれを進呈しよう。では我々はこれにて失礼する。おやすみ、キリト殿。いい気になるなよ、無性の輩が。うかつだった。アンダーワールド人は決して法を破らない。だがそれはこの世界の全住民が善人だということではない。法で禁じられていないことなら何をしてもいいと考える奴らも厳然と存在するのだ。ごめんよ。この花を育てようとした理由の第一は
この世界におけるイメージの実験をするため。そして第二の理由は、以前本物のゼフィリアを見てみたいと言っていたリーナ先輩の望みを叶えるため。しかし今、三つ目の理由に気づいた。俺はきっと異国の土で懸命に咲こうとしているこの花に、現実世界から親しい愛しい人々から切り離され、花たちと分かち合おうとしていたのだ。信じなさい。声。異国の土でここまで育った花たちの力を。そして北の洞窟で聞いたアリスの声の幻聴とも違う。でも、もうみんな死んでしまった。大丈夫。土に張った根はまだ生きようとしているわ。それに感じるでしょ、この花壇に咲くたくさんの聖花たちが小さな仲間を助けたいと願っているのを。あなたならその願いをゼフィリアの根に伝えられる。無理だよ、俺にはそんな高等な神聖術は使えない。あらゆる術式は真意、あなたのイメージを導き整えるための道具に過ぎないわ。今だけは色覚も媒体も必要ない。さあ、涙を拭いて立ち上がって、そして感じて花たちの祈りを、世界の断りを。頼む、力を、命を、ほんの少しだけ分けてくれ。通りに聖火から放たれる生命力が再びつぼみを膨らませ、元通りに。なんて不思議な世界なのだろう。万物は仮想世界のオブジェクトであるはずなのに、その一方で現実世界をもはるかに超える美しさを、生命力を、そして意志を備えている。ありがとう。どうしたんだ？やあ、すまん。リーナ先輩の卒業試合の前に、俺たち初等練士にはある関門が待ち受けていた。それは上級修験士への昇級試験だ。この試験で俺と優勝の命運は決まる。なぜなら聖号騎士になるためには上級修験士になることが最低条件であるためだ。いよいよだね、キリト。なあ、緊張するよな、ついに強化って思うとは。長いようであっという間だったな。学院に来て1年が経つなんて信じられないよ。ああ、
でも今はしみじみしている暇なんてないぜ。重圧をかける気はないけど、この試験にかかってるからな。うん、そうだね。整合騎士になるにはまずこの戦いで上位10人以内に入らなくちゃならない。ん？ちょっと真面目な話してたのにどうしたの？キョロキョロして。いや、メディナの姿が見えないと思ってさ。え？そういえば確かに。メディナはいつも試験の時は早めに来て練習してるのにさ。ああ、そうだね。もう1時間前だし。何か聞いていないの、キリト？なあ。なあ、ユージオ。もしもの話なんだけどさ。もしも俺がお前にすごい隠し事してて、それについて悩んでるとして、その隠し事は絶対にユージオには知られたくない。そんな時ユージオだったらどうする？難しい質問だね。だよな。変なこと聞いて悪かった。待って、答えになるかどうかは分からないけど。もしそんな状況になったとしても、僕はキリトのために何とかしたいと思うよ。隠していることを知ってキリトを傷つけるかもしれないって思っても放ってはおけないから。その友達だからね。ほうほう、ユージオ君は優しいな。さすが俺の大親友だ。やめろよ、なんか恥ずかしいだろ。それより何かあったの？いや、少し聞いてみたかっただけなんだ。深い意味はないよ。それならいいんだけど。なぜここへ呼び出したの？試験はもうすぐのはず。君のためだよ。どういう意味です？欠陥品のオルティナノスケが身の丈に合わないことをするのを防ぐためだ。私は何も。何も悪いことはしていない。何も自分に責任はないのになぜいじめるの？そういう態度昔から大嫌いだったよ。行かなきゃ試験に間に合いません。だからそんなことをする必要はないんだ。欠陥品にはふさわしくないからね。欠陥品が昇級試験で勝ち進むなんてありえない。知っているぞ、君が今日のためにわざわざ手抜きをしてきたこともね。違う。私の目を欺こうとしてもそうはいかない。オルティナノスの小賢しさは誰よりも知っているんだ。今日のために頑張って稽古に励んできたことも。どんな法をもってしても私をここに縛りつけることはできないはず。どうしてください。それが婚約者に対する口の利き方か。これは天命を減らす意図ではない。夫から妻へのしつけだ。なぜ？お前との婚約は解消するからだ。そんなことがあるわけ。幼い頃父上からお前との婚約を取り付けられたと聞いた時は心から悲しんだよ。こんな卑しいオルティナノスケの人間と婚姻するのだ。死んでもごめんだからな。だが父上はこう言ったんだ。これはあくまで口約束。教会で誓う本物の婚姻と違い、私の気分次第でいつでもこの制約は破れるとな。一体何を言っているの？そう、この制約をどう扱うかはお前の自由だと父上は言ったんだ。だから私を好きなように扱うために。それ以外何の目的があると言うんだ？愛されるような価値が自分にあるとでも思ったのか？随分と楽しませてもらったよ、メリナ。衝撃を受けて動けないのか？では逆に聞こう。
お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う？利用する目的以外に何もないだろう。いやとはいえ、これまでは本気でお前を妻だと思っていたよ。つまり禁忌目録違反など犯していない。お前は私を失望させた。これよりお前との婚約を破棄する。私はこんなことも知らずにずっと従い続けてきたというの？それではな、メディナ・オルティナノス、欠陥品の一族。行かなきゃ。どうして足が動かない？行かなきゃいけないのに。おや、お坊ちゃん、こんなところで何を？もう、ああ、忘れ物をして取りに行ったんだ。中は確かめたので施錠して大丈夫ですよ。ここに人は誰もいませんから。わざわざ教えてくださりありがとうございます。いや、どうして？ありがとう。それでは失礼するよ。どうして？お願い、何でも何でもするから許して。欠陥品は人ですらない。ずっとそう思っていたというのか。一族を守るためあの男に従い続けていたというのに、なんと愚かなんだろう。やっぱ欠陥品の姿が見えないな。いざとなると弱気になったか。所詮は欠陥品だもの。大した実力もないから敵ではなかったけどね。まったく性格悪いな。ああ、本当にね。いや、お待たせ。あら、遅いじゃない。心配したわよ。悪い悪い。まあ、未来の旦那様として情けないわよ。許してくれよ。あいつメディナの婚約者じゃないのか。どうして別の女の人と。あんな、少しゴミの掃除を手伝っていたんだ。もう終わったけどね。貴族がゴミの掃除するわけなさそうだけどね。なんだろう、すごく嫌な感じがする。キリッと、今の声メディナ？なんで。剣の実技試験はこれより30分後に開始する。生徒各位は自分の試験番号と組み分けを確認し、各会場に向かうことを命ずる。そろそろか。緊張するね、キリト。友情、悪い。悪いって何が？絶対に間に合うようにする。でも心配かけるから先に謝っとく。ちょっとキリト、どこに行くの？とはいえ、どこにいるか見当はつかない。でも探しに行かないと。誰も来るはずがない。最初から期待したことなんて一度もない。だって私は欠陥品だから。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何のために相手にすると思う？助けを求めたところで
最後はみんな裏切るんだ。欠陥品とは話すなってお母様から言われたの。だから私は助けなんて求めない。自分の力で全てを変える。そのためにここへ来たんだ。誇りを持ち続けなさい。お前は私の大切な娘だ。父上、私何も成し遂げられないの。メディナは絶対にいい剣士になるぞ。私なんかよりもな。メディナ、本当にすごいな。なんで？その…そうだ、立ち合い。俺と立ち合いしてくれ。道場なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。メディナが誇りに思っている人たちが欠陥品だなんて俺には思えないんだ。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。あいつだって同じ。最後は私に背を向ける。本当にそうなのかな。わからない。わかりたくない。もう傷つきたくない。メディナ、キリト、メディナ、メディナ、大丈夫か。いろんなところ探して、メディナとあいつをこの辺りで見たって人がいて、それで物音がして清掃の茶に鍵を借りたんだ。お前、細かい話は後だ。早く行かないと試験に間に合わないぞ。私に関わるなって言ったのに、なんで。俺が勝手に関わりたかったから来たんだ。メディナ、大丈夫か。何が。いや、その涙。何でもない。大丈夫。分かった。それじゃ急ごう。キリト初等練士にメディナ初等練士、遅いぞ。3分前ぐらいだから大丈夫ですよね、先生。まあそれはそうだが、早く準備しなさい。わかりました。お前、欠陥品と薄汚い平民が揃って現れるとは、よく間に合ったな。欠陥品、確かに私は欠陥品かもしれません。あなたに備わっているある感情が私にはありませんから。ある感情？一体なんだ。反論するとは生意気だぞ。自分より強い人間を潰そうとする腐った根性だ。お前と違ってわざわざそんなことしなくたって勝てるからな。お前、結果は試験でお見せします。楽しみにしていてください。